2024年春アニメおすすめ新作作品よいしょということで、昨日ですね、私が楽しみにしている2024年春アニメ続編タイトルを5つ紹介させていただきましたが、今回は新作作品の中で私が期待している作品、皆様におすすめしたい作品を7つ紹介していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで早速始めてまいります。レッツラメイドインアビス。ウィンドブレーカーということで、クローバーワークスさん制作のヤンキー作品になるわけでございます。監督がですね、赤井監督ということで、今、クローバーワークス×赤井監督といえば、FGO バビロニアということでございます。そして、シリーズ構成には瀬古さんということで、もう、進撃の巨人とかね、モブサイコ100とか、チェンソーマンとか、思う名だたる作品の、もう、脚本であったり、シリーズ構成に入っている瀬古さんが入っているということで、ものすごくですね、安心感のある夫人だなと、思ってる社でございますが、このウィンドブレーカーですね、いやめちゃくちゃ新しいヤンキー作品やなと思って、基本的にヤンキー作品ってもう強い奴らがうおー言うて自分のプライドをかけてね戦うみたいな、そんな感じやと思うんですけど、ウィンドブレーカー違いまして、風林高校っていうですね高校が舞台になっていくんですけど、この風林高校のヤンキーってめちゃくちゃ強いんですよね。だからこそ何をするのか、街を守るんですよね。誰かを攻撃するためではなく、誰かを守るために自分の強さを使っていくヤンキーってめちゃくちゃ新しいやんと思って。で、そこにね、みんなを守るために力を使っている風林高校に、もう普通の我々が想像する、なんか学校の頂点に立つぜ、みたいなことを考えている主人公の桜っていうやつが入ってくるっていうところで物語が動いていくんですよね。いや、めちゃくちゃ楽しみじゃないですか。その桜がどういう風に、気持ちが変わっていって風林高校に、染まっていくのかっていうね、街のために力をね、使っていくのかって、これ、ほんまに新しいから全く想像できないんで、いや、ヤンキー作品好きなんですよ、単純にね。っていうのもあるんですが、この目新しさっていうところに私心を惹かれましたですね、注目したいなと思っている人でございます。最強とは何なのかっていうのをですね、改めて考えさせられるんじゃないかなって思いますね。もう力をね、もう暴力のために使ってね、みんなを倒せば強いのかと、そうじゃないんじゃないかっていうね、この作品を通して最強というものをですね考えられればいいなと思っている人でございます。めっちゃ楽しみです。囁くように恋を歌うということで、こちらユリ作品にね、なっているんですが、私先ほどですね、ヤンキー作品大好きですよってお伝えさせていただきましたが、ユリ作品もめちゃくちゃ大好きということで、このユリ作品もなんか結構ええなということで、まあユリ作品なんで、まあ主要となるキャラクターが2人いるわけなんですけども、この2人がですね、お互いがお互いに一目惚れをしていくっていうところからスタートしていくらしいんですね。なんですけど、この一目惚れの意味がちょっと違うっていう話で、まず一人目のメインキャラクター、木野ひまりちゃんですね。この木野ひまりちゃんがもう一人のメインキャラクター、浅薙よりの演奏に一目惚れをするわけなんですよ。ただ、この一目惚れって恋をするという一目惚れではなくて、憧れという意味の一目惚れをするわけなんですよね。要はかっこいいみたいな感じの一目惚れを、きのちゃんはしていくわけですね。で、その気持ちをですね、浅薙ちゃんに伝えるんですよ。一目惚れしましたということで伝えていくんですが、この一目惚れしましたっていうきのちゃんの言葉を聞いて、浅薙ちゃんはきのちゃんに一目惚れをしてしまうんですね。で、この一目惚れはきのちゃんが抱いている憧れという一目惚れではなく、ちゃんとした恋心の意味で一目惚れをしていくんですよ。お互いがお互い一目惚れをしているんですが、その一目惚れの意味がちょっと違ってるっていう、すれ違っているっていうところから、このユリが始まっていくっていう、同じ好きっていう感情なんだけどちょっと違うよねっていうのは、いやこれ面白いなって素直に思った次第でございます。ほんで多分なんですけども、キノちゃんはですね、まあその浅薙ちゃんに対して憧れの感情を持つような女の子なので、女の子が好きっていう女の子ではないと思うんですよね。そんな女の子がユリに染まっていくっていう、これを見ていくっていうのはね、非常に尊いものがございますので、その染まり具合をですね、もう丁寧に描いていただければなと思っている人でございます。ほんで制作会社さんがですね、横浜アニメーションラボさんとクラウドハーツさんなんですけど、クラウドハーツさんはですね、横浜アニメーションラボさんからできた会社さんなんで、まあ横浜アニメーションラボさんが作るっていう形なんですけど、で横浜アニメーションラボさんって最近わりかし普通のアニメ作ってますけど、昔ってなんか CG アニメを頑張りたいみたいなね、会社さんやったはずなんですけどね、どっかで方向をね変えたんかなと思うんですが、もう横浜アニメーションラボさん頑張ってっていう
感じでございました。もう PV 見る感じめちゃくちゃ綺麗なアニメーションやったんで、ちょっと驚いてる自分がいますね。あの失礼なんですけど、横浜アニメーションラボさんってこんな綺麗な絵描けるんやっていう、ちょっと感動した部分もございますので、まあ、アニメーションの部分にも期待したいですし、二人が近づいていく様子を丁寧に丁寧にユリを描いていただければ、本当に素晴らしい作品になるんじゃないかなって思っておりますので、楽しみにしております。夜のクラゲは泳げない、まあ、通称夜クラと呼ばれておりますが、その新作作品の中でもですね、期待している方結構多いんじゃないかなって思いますね。ツイッターを見ていても夜クラ楽しみみたいなツイート結構見かけますので、まあ、楽しみにしている方多いんだなって印象でございますし、あの動画工房さんがですね、まあ、50周年をね迎えるというところで、まあ、そういう節目の作品にもねなってきますから、動画工房さんもめっちゃ気合い入れてると思うんですよね。なので、まあ、すごい作品になりそうだなっていう気持ちもあるんですけど、正直怖いなっていう気持ちもあってですね、まあ、なんでかっていうと、あの脚本を担当されている方なんですね。今回その夜クラの脚本を担当されているのがですね、ジャッキャラ友崎くんの原作者さんなんですね。ヤクユウキさんなんですけども、それが私ちょっと怖いかなって思うんですよね。私の印象なんですけど、ジャッキャラ友崎くんのキャラクターって、そのヤクユウキさんの思い描いた世界を作るために操られてる感がすごいんですよ。作品の中でキャラクターが全く生き生きしてないなっていう印象を抱いているものですから、この夜クラに関してもその雰囲気が乗っかってくるとちょっと怖いかなって思ってます。ただ、あらすじは結構面白いのかなと思っていたりもしたですね。私も誰かみたいに輝きたいと。で、主なキャラクターって4人いましてですね、活動休止中のイラストレーター、歌で見返したい元アイドル、自称最強 VTuber、そして推しを支えたい謎の作曲家ということで、まあ少しですね、世界からはみ出している少女たちなんですけども、匿名でアーティスト活動をやっていくと、自分じゃない、私たちなら輝けるかもということで、まあ一人では輝けないんだけれども、みんなで協力することによって輝いていけるんだっていうところで、まあちょっとですね、世界からはみ出してるような、まあ私のようなね、社会不適合者なのかもわかりませんけれども、まあそういう女の子たちがですね、力を合わせ合って、まあそこでぶつかり合いなんかもね、あると思います。葛藤なんかもあると思いますが、そういうのを乗り越えて輝いていくという女の子たちを描いていくんだろうなと、自分の好きっていうところをですね、探求していくんだろうなっていう、そういう作品になっているので、本当にメインとなるテーマってめちゃくちゃおもろいと思うんですけども、あとはもうキャラクターが画面の中で生き生きしてくれるのかどうかっていうところかなと思いますね。ほんで私がですね、期待したいなと、期待できるかもって思ったのは PV の中の映像の部分にありましてですね、なんかスマホ画面にね、なんかキャラクターの画面が映ってると、でそこになんか液体がかかるみたいなシーンがあったんですよ。そういう演出があって、あ、これちょっとえげつない展開あるかもなって思いましたので、やっぱ動画工房さんですから、映像面の期待値っていうところも含めまして、夜クラ楽しみにしたいなと思ってる際でございます。週末トレインどこへ行くということで、もう私はもうめちゃくちゃ嬉しいですよ。先ほどの夜クラもですね、結構期待されている方多いんですけども、この週末トレインどこへ行くも結構期待されている方多いんですよ。なんか結構二強なイメージですね。夜クラか、週末トレインかみたいな、そういう感覚をですね、私覚えてるんですけど、いやマジでめっちゃ嬉しい。で、この週末トレインがここまで押されてる理由って、おそらく監督さんなんじゃないかなって思ってまして、やっぱ水島監督なんで、週末トレインどこへ行くはね。なので、期待されているんじゃないかなって思うんですけども、これ、制作会社はね、EMT スクエアードさんですよ。EMT スクエアードさん。ね、今期で言いますと、モフモフなれらでっていうね、主人公サイコパスなんちゃうかみたいな作品を EMT スクエアードさん手掛けていたりだとか、クマクマクマベアーだとかですね、あとビーストテイマーだとか、あとはなんかチートクス氏とか、なんか萌えアニメみたいな、可愛いキャラクター描きますっていう作品を EMT スクエアードさんって主にやっている印象なんですよね。っていうところで、あんまり EMT スクエアードさんの作品の中で盛り上がってるみたいなのはあんまなかったんですけども、今回めっちゃ盛り上がってるじゃないですか。で、私ずっと言ってるんですよ。私のチャンネルですね、昔から視聴してくださってる方はね、わかるかと思いますが、私ずーっと EMT スクエアードさんはもう動画工房さんの後釜になるんちゃうかってずーっと言ってたんですよ。動画工房さんってちょっと前から萌えアニメから外れた作品を作るというか、まあ、大衆向けの作品っていうところに手を出してる印象があるんですよね。その後釜ですよね。萌えアニメの後釜っていうところを EMT スクエアードさんが埋めてくれるんちゃうかって私ずーっと言ってて、っていう中で今回、夜クラっていう動画工房さんの作品が話題になってますよと。で、週末
ストレインどこへ行くっていう EMT スケートさんのお作品が話題になってるっていうね、同じクールでこの2つの会社さんがね盛り上がってるっていうのはもうほんまに嬉しい。私はマジで EMT スケートさんのファンやし、動画工房さんのファンでもあるしっていうところでね、もう最高なクールになるんじゃないかなって思ってます。で、作品のね中身に触れますと、世界がなんかおかしくなったっていう中で、週末トレインっていう列車に乗って女子高生のみんながどっか行っちゃった友達に会いに行くっていう作品っていうところで、まあ基本的には日常がメインになってくるんじゃないかなって思ってるんですけれども、ちょこちょこシリアス展開を入れてくるんじゃないかなっていう、心に刺さるような物語なんかも入れてくれるんじゃないかなっていうところで、ここの塩梅がまあうまく噛み合えばめちゃくちゃおもろい作品になるんじゃないかなと思ってる次第でございます。もう期待しかしておりません。カラスは主を選ばないということで、この作品結構期待してるんですけど、語ることは少ないっていう話で、なんでかっていうと、PV を見て直感でおもろそうって思ったからなんですよね。で、概要をお話しすると、異世界ファンタジー作品になってます。んで、異世界の朝廷の権力争いを描いていくのが、このカラスは主を選ばないになってるんですよね。で、公式サイトのストーリーのところを見ると、まあ、ストーリーというか、あらすじも書いてあるんですけど、その下にですね、用語説明みたいなのあるんですよ。この用語はこういう意味で、この用語はこういう意味でって、そういう作品って基本難しいんですよ。めっちゃ頭つかないと置いていかれるみたいな作品なのかなって思いますし、ちょっと怖いのが、作品内で説明はしませんよってなったら怖いんですよね。もう公式サイト見といてくださいみたいな、予習では、まあ、もう絶対やっといてねみたいな感じやったら怖いですよね。だから私読んでないんですけど、用語の意味はね、あ、用語の説明書いてあるわぐらいでさらっと流したんですけど、これをちゃんと作品内でわかるように作ってくれたらちょっと面白くなるかもなって思いますし、やっぱ権力争いなんで、もう PV 見る段階ではですね、もうめっちゃドロドロしてるやんみたいな、いろいろと暗躍してますねみたいなありましたので、そこがうまいことね絡み合えばめちゃくちゃおもろになるんちゃうかなって思ってるので、ほんま直感なんですけども期待したいなと思ってる試合でございます。バーテンダー神のグラスということで、これもめちゃくちゃ期待してますね。あの、今回7つ紹介させていただきますけれども、この6つ目の作品はちょっと1つギアを上げてですね、あの、おすすめしたいなと思ってる作品でございます。で、この作品なんですけど、凄腕バーテンダー笹岡龍という、主人公ですね、こちらを中心に物語が展開していくという作品になっております。ほんで、この笹倉龍なんですけど、まあ、なんか海外で修行していて、まあ、なんかあって日本に帰ってきてバーを経営していると。で、そのバーにいろんなお客さんがやってきてですね、まあ、悩みを抱えているお客さんなんかもいるんですが、そういうお客さんにですね、いろんなお酒を提供していって悩みを解決していくという、そういった作品になっているそうです。まず、なのでバーですから、お酒の知識ですよね。そういうのがどれだけ詰まってるかっていうのも、この作品の醍醐味の一つだと思うんですよ。私そんなお酒のこと知らんけど、まあ、いろんなカクテルだとかね、お酒とか出てくると思いますので、このカクテルにはこんな意味があってるか、こういうお酒はこうでこうでみたいな、そういう知識っていうところも楽しんでいければなって思いますし、まあ、それ以上に私が楽しみにしているのは人間ドラマの部分なんですよね。悩みを持ったお客さんがバーにやってきて、で、お酒を提供してね、こう、悩みをね、聞いていって、じゃあその人間ドラマ、そのお客さんの、背景みたいなものが見えていって、ほんでどこに着地するのかっていうね、どういう風に問題に対してお客さんが向き合っていくのかっていう、こういうのを描いてくれたら、人間ドラマをじっくりじっくり描いてくれたら、バーテンダーめっちゃおもろなるんちゃうかなって個人的には思ってますね。なので基本的には単話勝負の作品になってくるんじゃないかなって思ってますね。ただちゃんとしっかりと一本のねシナリオの線はあるっていう話で、この笹倉龍がですね、とあるホテルのオーナーさんですかね、からそのホテルの中でバーやるんで、ちょっとスカウトされるっていう、うちのバーで働いてくれませんかってこうスカウトされるらしいんですよね。ただずっと笹倉龍は断っていくっていう、ここのバーでなんで働かんのやろとか、そもそもなんで海外でそう修行してたのに日本にね、なんか理由があって帰ってきてるらしいんですけど、なんで帰ってきたんやろとか、でこのバーで働くことになるのかなとか、まあそういったところの笹倉龍を中心とした物語っていうところも、楽しんでいければなと思ってる人でございます。この二軸ですよね。お客さんの人間ドラマと、笹倉龍の物語っていう、この二軸がほんまにうまいことハマり合えばですね、めっちゃおもろなるんちゃうかなって思ってますね。で、 PV の時点でもやっぱバーっていうところもありますから、おしゃれなアニメーションバチバチ決まってるなって思いましたので、そこら辺もですね期待していきたいなと思ってる人でございます。バーテンダー神のグラス、めちゃくちゃおすすめしていきたいです。
それでは最後、7つ目の紹介でございます。先ほどのですね、6つ目、バーテンダー神のグラスも、まあ、めちゃくちゃ楽しみにしているんですけれども、この最後の7つ目の紹介はもうさらにさらに楽しみにしている作品でございます。私が2024年春アニメ新作作品の中で一番期待している作品は、おーい、トンボ。ということで、もうこれも絶対に泣きますよ。ほんまに。もう最後らへん、もう11話とかさ、まあ最終回もそうなんですけど、もうボロ泣きしてんちゃうかなって、マジで思ってるって話で、まああらすじをね、ちょろっと紹介させていただきますが、世間から逃げるようにして、鹿児島県のトカラ列島に移住してきた元プロゴルファーの五十嵐。そこで出会った中学生のトンボ。天真爛漫で、さらにもうとんでもないゴルフの才能を秘めていたトンボとの出会いが、五十嵐の人生を変化させていくというね、ゴルフと人が紡ぐドラマティックストーリーでも絶対おもろいやん、こんなん。絶対泣くやん。で、ね、田舎。田舎かける、子供かける、悩める大人。もう勝利の方程式やん、こんなん、マジで。めちゃくちゃおもろい作品の方程式、JFK もびっくりですよ。ね、ジェフ・ウィリアムス、クォータ・フジカン、で、JFK もびっくりするぐらいの勝利の方程式出来上がってるんで、いや、おもんないことないと思いますけどね。おーい、トンボ、めっちゃおもろいと思う。絶対泣く。100億パン泣ける作品になってくるんじゃないかなって思うんで、いや、もう楽しみでしかないですね。で、制作会社さんが、まあ、OLM さんというところでございますから、もう安心できるなと思ってる人でございます。絶対おもろいと思うんで、これなんかもう深夜アニメなのかどうかよくわかんないんですよ。とあるテレビ局ではなんか朝の10時からね、放送するんですけど、とあるテレビ局ではなんか深夜のなんか11時半ぐらいかなからの放送っていうことで、なんか扱い難しいんですけれども、見られるタイミングで配信もございますから、おーい、トンボ。2024年春アニメでもめちゃくちゃ作品あるんですけども、その中でも、もうこのおーい、トンボだけは入れていただければなと思ってる人でございます。一番楽しみにしております。ってことで、以上で作品紹介終わりたいなって思います。ぜひ皆様が期待してる作品、コメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、忘れどこどっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーラッキーみんなの時計だ。